はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでトミーさんですね。はい、クイック室のバスケットボール一つです。で、今日発送ねしますんで、明日着予定ですね。お受け取りよろしくお願いします。はい、上にだいたいジャレングリーンですね。なので、はい、いきます。せーの、うん、ルミナンスですね。はい、ね、ちょっと青ペンで全部書いてるんでね、これちょっとこうペンを変えたりとかしてくれるとありがたいなっていうのは社長に言っておきます。はい、で、下バイバックの方です。せーの、おお、ローズのクロームの 9.5。 おお、いいねこれね、マジいいね。はい、9.5。デリック・ロース、すごかったっすね。店長もサイニングしていただきましたからね、ちゃんとエージェントの方として。はい、まあ、何社か合同でやった時にね、混ぜていただいたんですけど、おお、2008-2009トップスクローム、デリック・ローズ、もう14年前か。いやー、すごい選手でしたね。うん、東日本大震災の時も確か寄付されたと思いますね、ローズさんね。いや、懐かしいですね。もうちょうどこの頃、まあ、いわゆる14年前ぐらい、この2008年、9年で10年にかけてカード界が一回ゴタゴタしたことが、はい、当時ありました。その時のゴタゴタ感がまたこう、あと今年、来年、再来年で結果が出てくると。で、その先が30年間約続くと言われてますので、はい、なのでもう店長はもうとっととやめようかと思ってますはい、ということでね、まあやってる間はどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、クイック室のねバスケットボールバイバックエディションでした。またぜひご利用ください。ありがとうございました。